はい、プレイしていきたいと思います。ラフトというわけで、すごいことになってきてるね、だんだん。ふう、これでだいぶ収入できるし。お花できた？お、収穫するなってる。持てるかな、まず。もしかして種出てこないとか、そういうオチじゃねえよな。一回圧迫して、圧迫？圧縮？え、ちょ待って、種出てこない。あ、出てきた出てきた出てきた。え、でもさ、一個しか種出てきてないんだけど。うーわ、うーわ、減ってくやん。え、じゃあ島やっぱ上陸しないといけないのかな。厳しいな。まさか増えていかないと思わなかったな。減ってくんだね。しかもすごいペースで。まあその方が上陸の必要があるって思えば面白いかもしれないけども。で、左クリックで飲む。お、そこにいい感じの穴が開いとるぞ。よいしょ。これいいな、便利だな。そのましとっか。で、ポテトも焼けて食べるよ。ポテトとか植える必要ないもんね。さて、どでかいやつ行こうぜ。また、うわ、通り過ぎてるわ。次のやつますか。やっと建築が、建築に戻れる。螺旋階段めっちゃすごいことになってるからな。かな。結局ダメだったんだこれ。いい感じに作ろうとしたの、失敗だったんだよね。いや、こうじゃないな、こうじゃないんだよ、こうでもないんだよな。でも、そう、前回の切れちゃったらまだ相変わらず繋がってるな。なんで？横刺してみようか。あれ流れてくかな。ぶっつんって切れていきそうだよね。できる。やばっ。それやべえ。鳥がカカシを食べている。え、なんか落ちなかった。なんか落ちた気がするけど、気のせいでしょう、気のせいでしょう。次の来ないかな。早く新しいの。バッテリー減ってきてるね。靴、最近釣りしてないな。釣りでもしてみよっかな。そこ噛む？そこ噛んだらまた追加しないといけないじゃん。うなぎだ、ナマズでした。でも隣水汲みたいしな。じゃあ、あれにするか。釘がない。もう一個隣。こう。
これで落ちない。安心安全親切設計。どうしよう、俺が作ろうとしてた螺旋、これ上上がるの大変なんだよな。上上がるのはね、ドア外じゃないといけないぐらいに長いんですよ。一回やってみる、一回やってみるか。久しぶりに動画の中で上がったのは最後いつか覚えてないもんね。すごいから、びっくりするからね。これでいいか。ポテトこんなにいらねえわ。これいらねえわ。よいしょ。ナマズ。でかいのがどっちだっけ？こっちか。石ころ。釘と。木を持っていけばいいの。多分そんなに無理なんだよな。違う。そっか、2本ないと水入れとく、入れて上に行くっていうことはできないんだね。意外とスクラップ減ってね。釘が多いのか。よし、これでいいや。もうちょっと空いてるけど、さあどんな感じか。うわー、よく頑張ったな本当に。これ双眼鏡持ってくるべきだった。変わらないよね。双眼鏡持ってくる。いや、もうここまで登ったんだから上まで登ろう。ゴミ1を抜けてるな、何個かは。脇ポイントが見える。会場のゴミの脇ポイントが見える。あっち。そろそろ。うわ。そろそろどころじゃなかった。よいしょ。太陽がある。こっから弓打って。弓持ってきてね。そりゃそうか。鳥は？鳥、そろそろ鳥の高さで来てるんじゃない？前回ぐらいだっけ、鳥の高さまでたどり着いたの。前回つか前、前、この、これを作ってた時。鳥いなくね？もうちょいだな。宇宙まで行きたいな。太陽に届いたりして。こんなん構造的にもう無理だけどな、普通。風が吹いた瞬間にもうひっくり返るわ。ちょっとバランス崩した瞬間でこのラフトは転覆する。もう辺り一面木の海になる。お、到着しました。さあ続きを作っていこうではないか。1、2、2、これ2。なんで暗いんだよ。3。よいしょ。合ってるよね。1、2、3。これと隣。こっちも。で、これどこまで作るんだよ、俺は。答えが見えてない。
とりあえずできるだけ高いところまで。でもさらに重くなってくんだよね、よく考えれば。じゃあもう一回崩す、これ。ここまで作っといてここまで作っといて崩すという選択肢が出てくるのか。やべえ、今重たかった。あー、サメが食ってただけかな。こいつ崩したら軽くなるのかな。でもな、崩したくないな。天までそびえる。あれ、これ、これいくつ。1、2、3。お、もういつの間にかもう3つ組んでたわ。お月様に到達したい。よいしょ。どこまで行けるんだろう、本当に。この待ち時間がどんどん伸びていくのかな。やばいよね、そろそろ。1、2、3。階段置くときとか硬くならない、重くならないのが救いだよね。このプレートだけでよかったわ。うーわ、懲りねえな、本当に。でも高さがわからん、切るじゃないと。なので、朝までのんびり建築しよう。もうね、このまま建築するんで、セルフ早送りしてください。もうのんびりやるから。そうだ、俺さ、スチームでいろいろ買ったんだよ、この前、サッカー。サッカーの日終わった後にやらないとね、ゲーム。1、2、3。やりたいんだよ、やりたいんだよ俺は。ライブだな、しかしあれは。よいしょ。3だったよね、今ね。合ってるよね、やってると思う。1、2、3。はい、合ってまーす。1、2、2の3。やべえな、これ。これライブでやるべきだな、こういうのは。1、2、3。しまったな。もうすごい、すごい。やばい。どのゲーム全部作業になってきてる。やべえ。よいしょ。よし。いいな、しかしこのゲームのんびりしてて。よいしょ。これで3つ。たらもう降りよっか。結構頑張ったでしょ。本当朝までやりたかったな。でもさ、これさ、見えなくなるのか気になるよね。イカダが相当高くなってきてるじゃん。こっからは位置的に見えないよね。視界になっちゃって。あ、こっちギリギリ見える。もうアイテム流れてきてるわ。
え、それなんかずれてね。あれ、これずれてますよね、どっか。待って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 、明らかずれてる。だって下に飛び降りて下に到着するっておかしくね。どっかがずれてる。え、こんなもん、こんなもんなのかな。123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 
うわー、来たね。こういう感じだよ、こういう感じ。こういう感じ俺は求めてた。これもうちょいやりて、気が向いたらライブで伸ばしてみようかな。こういう感じのやつを作りたかった。ただ上がるのが大変だな。はしごでも作る？はしごつけられるの？むしろこれに無理くね？もう育ってる、もう育ってる。これまだ食ってる。ベッドどこ行った？俺のベッド行方不明だ、ね、どこ行った俺のベッド。おい、サメ、サメ離してくれ。じゃあここかな。これあれ、東大元暮らしインベントリーの中にあるんじゃねえか。うん、あった。ここで、あー見えねえ。どこは見えてる？ここだな。だ、もうちょい左、もうちょい左で遠く、こういう感じ。もうちょい、これぐらい。これぐらい。もっとだ、もっとがっつりだ。ってことはもう普通にこれで合わせた方がいいっていう話や。こういうことだよね。ほんと斜めが良かったんだけどな。もっと斜め、もっと遠くじゃないとダメだな。無理だな、この角度じゃ無理なんだよ。じゃあベッドもずらそう。ここでいいや。あ、いいんじゃないの？もうなんか歪み方がやべえわ。まだまだあるわ。早く通り過ぎて。よいしょ。落ちれない。紐。プラスチック。さて今日はどれぐらい集まったのかな。消費量よりも回収量の方が上回るのだろうか。上回りそうだな。まあ、鉄とスクラップに関しては、鉄じゃない、木とスクラップに関しては
圧倒的減ってると思うけど、焼きはちょっとわからんな。もしかしたらワンチャン稼げてるかも。よし、お、見えなくなったんじゃない？おお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 、これは来てる？それとも単純にここで止まってるだけ？見えなくなったな、俺の第一ラウンド成功なんだけど。あー見えてるね、全然見えてるわ。マジでどこまでちゃんとこれ表示されるの？だってこれさ、高さ的にどんなもん？12マスずつ上がるっていうことだよね、これ。1。うーわ、ここでかよ。これなんだと思う？これ回数やよな、どう考えても。うわ。遠い。でかいのは大変だわ。よいしょ。3412だから、まあこっからこの角数えていく。12345678910ぐらいある。120マスぐらい上に行ってんのかな。もうまだまだだな。どこ食われてんの？変なところ食われてる気がする。え、つか俺のハンマーどこ行った？え、俺のハンマーどこしまった？間違ってしまっちゃった？あれあれ、ハンモックと交換したもん。ひたしてハンモックどこにいたんだっけ。これか。よし、というわけでじゃあ今回ここら辺で終わっちゃいましょう。次回どうするかちょっと、なんかいいアイディアあったら教えてください。ちょっと俺がやろうと思ってた計画はね、いろいろな理由でダメだったわ。だからちょっと新たなる計画を考えないといけないから俺は。どうしようかな。これも面白くないしな。これってどうなるんだっけ。やっぱ重くなるんだ。機械のワールドでも作る？機械な何よいしょ、機械なイカダイモンを作る。何なんだこれはっていう。迷路のような、完全無駄だわ。アスレチックでしかない。まあ運動しないといけないからね。この人毎日こっちを走って足腰鍛えてるから。よし、というわけでじゃあ今回ここら辺で終わりにしたいと思います。次回はちょいと考えようというわけです。静止画でした。あ、これも次回でいいや。